はい、プレーボールドー野球人です。今回はですね、ドラフト1位ルーキーたちの成績っていうのをね、チェックしていきたいと思います。もうね、えー、と、シーズン始まってから2ヶ月、もうすぐ3ヶ月が経とうとしております、えー。そういう中で1軍で活躍している、えー、1位の選手であったり、えー、1位の選手であってもまだね、2軍で活躍できていない選手、えっ、ー、と、えー、様々な状態でございます。そこでまあ、一気にね、成績見ていこうというところなんですけれども、は、え、じ、ー、めにですね、えー、と、ヤクルトの山下選手、 えー、DNA の小園選手、ソフトバンクの風間選手、この3人に関してはですね、1軍2軍で登板なしというところなんで、彼ら以外の旧選手の成績をね、今回は見ていきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。どうぞ はい。まずはですね、巨人の大勢選手。出身地兵庫県。現在22歳ですね。181センチ92キロポジションピッチャー、右投げ右打ちの選手です。今季の一軍成績は25試合で1勝1敗、21セーブ、24.2イニング、防御率2.19。リップ0.89、脱散死率11.68、四宿率2.19という成績です。えー、現在ですね、ルーキーなんですけれども、巨人の抑えを任されて、ここまでね、圧巻の活躍ということでございます。21セーブはですね、えー、現在セリーグのセーブ王ということになっておりますので、で やっぱ特自すべきは脱三振率ですよね。11.68ということなんで、えー、まあ非常に三振が取れてるとで心配されては、予習率も2.19非常に低い値が出ております。ただですね。やっぱスタッツ見ると左2こそですね。えっ、ー、と対左の方がいい成績っていうのは残ってるんですけど、ただ脱三振率、えー、あと予習率ですね。そこら辺見ると対左ピッチャーっていうのを苦手にしているのは明らかになりますので、まあ、今後もね。どれだけ左ピッチャーへ対応できるかっていうのがね、えー、継続して成績の 押せる鍵になるのかなっていうふうに思いますし、あとフォークボールですよね。これが浮いてしまってホームランになったっていうのが2回ありましたので、まあ、ここをどう安定させていくかというところではないでしょうか。素晴らしい成績でございます。では、続いていきましょう。はい、続いては、隅田千尋選手、西武ライオンズですね。出身地、長崎県1999年8月20日生まれ22歳、1 7 7センチ7 6キロポジション、ピッチャー、左投げ、左打ちのサウスポーでございます。はい えーと、まあ、昨シーズンですね、即戦力左腕というところで、えー、最大の競合数集まった選手でございます。成績見ていきましょう。ここまで1軍で11者で1勝7敗。59.1イニング、53奪三振、僕率3.19、ウィップ1.45奪三振率8.04、ヨシク三3.03という成績です。 はい。えっ、ー、と、まあ、やっぱりですね、パッと見て思うことは、かなり負けているな、というところですね。1勝7敗っていうことで、やっぱね、打線の援護っていうのもないのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、それにしてもかなり負けていると。ただ、脱三振率ね三振もしっかり取れてますし、フォアボールもそこまで多くないというところになってます。えっ、ー、と、結構ね、非バビップですね、が、えー、かなり高くなっているので、まあ、運が悪いというところも言えるんではないでしょうか。それを加味すると、昨年の早川選 選手や伊藤ろみ選手までとはいかないんですけど、まあ、彼らよりちょいしたぐらいのね成績っていう感じに、えー、最終的には貢献度とかはなるのかなっていう,ふうに思いますので、まあ、やっぱ競合するだけのね成績っていうのは今のところを残しているのかなとあとはだんだん勝ち星がついてくればなっていうところなんですけれどもはいでは続いていきましょう。 はい。続いては広島の黒原拓海選手。出身地は和歌山県。1999年11月29日まで22歳1 7 3ンチ7 6キロポジション、ピッチャー、左投げ、左打ちの選手です。はい。成績見ていきましょう。今季1軍で12試合で0勝0敗1ホールド。9.2イニング、ウォーグルス6.52、ウィップ1.55、ダッサンシン率10.24、ヨシキュリス3.72という成績です。 はい。まあ、ドラフト1位なんですけど、まあ、リリーバーとしてね、加わったというところになってます。防御率こそ高いんですけど、やっぱ脱散心率はね、かなり高くなっておりますので、えー、ま、ドラフト1位の、えー、ピッチャーの9位はあるのかなっていうふうには感じておりました。ただですね、5月に巨人戦で吉川選手に、えデッドボールを当ててしまった試合ですよね。まあ、あれから抹消されて、実は2軍でも投げていないということなんで、そこは少し心配かなっていうふうには思います。吉川選手は復帰しているんですけれども、えー、ま、 選手の方はどうううなるんだろろとというところでございますねはい、では続いて見ていきましょう、はい、続いてはオリックスのムクノキレン選手出身地山口県2000年1月22日生まれ22歳 179cm83kg ポジションピッチャーで右投げ右打ちの選手です、えー、今季はですね、1軍で登板はありません2軍で6試合で2勝3敗29.2イニング防御率が4.85ウィップ1.45奪三振率5.46四死球率2.12という成績ですはい、 えー、まあ即戦力として加入したんですが、なかなかね、ちょっと2軍でも結果出ていないなというところになっております。ただ、まあそこまでですね、えー、と言われているほど悪い状態でもないのかなっていうふうには感じますね。吉経率っていうのは、やっぱ大学時代同様ですね、素晴らしいものを持ってますし、えー、まあ脱三死率がちょっと落ちてるなっていう感じはするので、ここがどれだけに上がってくるかというところなんではないでしょうか。あとはヒーバービップもかなり高くなっているので、えー、まあこのまま2軍で投げ続けていたら、まあいい感じの防御率になるんではないでしょうか。 ただ、1軍でとなると、やっぱ三振率を上げていかないとダメなので、そうなった時にですね、今季で限るなら、えー、まあリリーバーとしていけば、1軍では投げれる可能性はあるのかなっていうふうに思います。ただ、彼の可能性っていうところを考えるとね、まあ、今季に関しては先発で、まあ、じっくりいこうというところも全然ありじゃないかなっていうふうには思いますので、いろいろね、ちょっと言われている選手ではあるんですけれども、頑張っていただきたいですね。はい、では続いていきましょう。 はい、続いては日本ハム、立洸太選手、出身地大阪2 0 0 4年3月27日まで18歳、194cm、88kg ポジションピッチャーで、右投げ、右打ちの選手です。2、えー、軍成績はですね5試合投げてます、ここまで0勝0敗6.0イニング、6奪三振、防御率0.00、ウィップ0.67奪三振率9.00、良識率4.50という成績です。 はい、えー。素晴らしい成績ではないでしょうか。まだね、短いイニングしか投げていないんですけど、その中でも、えー、点は取られてないですし、何よりやっぱ急速ですよね、えー。自己最速を更新する150キロをマークしました。平均急速で見ても146キロということで、えー、しっかりと、まあ、速い球を投げれているのかなっていうふうに思います、えー。体格から見てもですね、まだまだ球は速くなるでしょうし、えー、ここまで順調にスタートを切れていると。この調子でいけばですね、えっと、今期の、えー、シーズンの終盤 ぐらいにはもしかしたら1軍でね、見れる日もあるのかもしれません。はい。では続いて見ていきましょう。はい。続いては阪神の森木大地選手。出身地は高知県2003年4月17日まで19歳。184cm、90kg ポジションピッチャーで、右投げ右打ち。 えー、森木選手は2軍でね、投げております。6者で2 1二2 5脱三死、防御率5.50。ピップ1.57脱三死率10.71、押し切り五5.14という成績です。えー、防御率はね、結構高い数字なんですけど、ただここ3試合に限ればですね、かなりいいピッチングっていうのができてまして、えー、ま脱三死率も10.71とかなり、えー、取れております。 で、えっと、やっぱ特筆すべきは急速なんですよね。結構長い回も投げてるんですけど、平均球速が今現在149.6とかかな。えー、もうほぼ150キロに近いね、平均球速を投げているっていうのが、まあやっぱ積んでるエンジンっていうのはすごいものを持っているのかなっていうふうに思います。よし習率がね、若干高くはなっているんですけど、高校時代ね、えー、そこまで請求に苦労したタイプではないので、ある程度修正してくるのかなっていうふうに思います。えー、まぁ、あ、ほですね、やっぱドラフト1位の選手だなと。 思わせるですね、ピッチングっていうのが今のところできているのかなっていうふうに思います。はい。では、続いてはこちらでございます。はい。で、ここからね、ラスト3人野手になります。ロッテの松川幸選手。出身地は大阪2003年10月20日生まで18歳。1 7 8ンチ9 8キロポジションキャッチャーで、右投げ右打ち。松川選手は今季は1軍で34試合、1割5分2厘。79打数12安打0ホーマー。オペス0.405という生成績です。 はい。えー、ここまでね、打率は低いんですけれども、しっかりとロッテの、えー、投手陣っていうのをリードしているのかなっていうふうに思います。えー、佐々木朗希選手との完全試合とかもありましたので、間違いなくね、えー、っと、その守備力っていうのは、高校生離れしたものがあるのかなっていうふうに思います。 一方でやっぱバッティングですよね、えー。かなりね、いいものを持っているんですけど、やっぱ1軍ですぐに活躍っていうのは難しいと、さらにキャッチャーですしね。そうなるとですね、まあ、考え方によっては2軍でね、しっかりと打席さ,させてあげるっていうところもあるのかなっていうふうに思いますので、ロッテのキャッチャー陣の、えーまあ、事情を考えると難しいところではあるんですけど、まあ、能力があるだけにね、えー、歯がゆい感じはしますが。はい。では続いて見ていきましょう。 はい。続いては、中日のブライト・ケンタ選手。出身地は東京。1999年5月7日まで23歳、184センチ、88キロ。ポジションは外野手、右投げ、右打ちの選手です、えー。ここまで2軍で14試合、1割5分6厘、45打数の7アンダー、0ホーマー、OPS が0.402という成績です。 ブライト選手はですね、教育リーグではかなり打っていたんですけど、そこから怪我をしてしまって、で、結構間空いてしまったんですよね。で、最近になって復帰して、試合にね、出てきました。ただ、そこからなかなか打てていないというところが現状でございます。まあ、彼の強化的にはですね、即戦力っていうよりは、素材型の選手っていうね、えー、まあ、前評判だったので、そこはね、ある程度仕方ないかなっていうふうには思うんですけど、ただ、この成績のまま終わってしまうのは、えー、まあ、悲しいなっていうところもあるので、まあ、徐々にでもいいので、 対応していってウエストはで、ね、打点ではあるんですけど、まあ、最後にはね二軍でもいい成績で終わればなというところではないでしょうかはいでは次が最後ですね見ていきましょうはい続いては吉野宗志選手ですね出身地は千葉県2003年10月27日まで18歳 185cm80kg ポジションは外野手右投げ右打ちの選手です、えー、今季はここまで二軍で26試合で2割3分8人63打数15安打0ホーマーオペツ0.612という成績でございます ま、まずまずっていう感じですかね。ただ、三振率が結構高いんですよね。k パーで言うと30%以上ありますので、ちょっとね、なかなか苦労しているなと、高校時代っていうのはしっかりと三振も少ないね、ファーボールの選べるバッターなので、えー、まあ、やっぱプロは違うなというところをね、印象を受けているんではないでしょうか。 で、打っている球もストレートが結構ね、中心に打っているなぁと、変化球には苦労しているようなので、もうちょっとね、やっぱ結果出してくるには時間かかるのかなと、ただ高卒っていうところにもなりますので、まあ、ゆっくりね、大きく触ってようっていう方針なのかなっていうふうには思いますので、えー、まあ、しっかりとですね、まあ大きな出しになっていただければなというふうに思います。はい。では、今日は以上です。最後ね、さっと、えー、成績まとめて終わりましょう。 はい。では、まとめていきます。えー、ドライチの選手ですね。まあ、こう見るとですね、やっぱ、隅田選手と大勢選手が抜けているなというところでございまして、えー、まあ、新人を争いっていうのにね、食い込めるだけの実力っていうのはあるのかなっていうふうに思います。で、一方ですね、バッターで言うと、松川選手が1軍でね、主張しておりまして、で、吉野選手、ブライト選手ですね、が今2軍でね、主張しているということになっております。 はい。で、えー、まだね、えっ、ー、と、シーズン始まって2ヶ月、3ヶ月というところなんで、まだまだね、えっ、ー、と、まあ、2軍、1軍で、えー、結果っていうのは残してくる、えー、ところかなっていうふうには思いますので、えー、またね、間空いたら、えー、ご紹介していきたいと思いますので、えー、まあ、機会があったらドラフト2位とかまでもね、えー、見ていこうかなっていうふうに思いますので、良ければチャンネル登録、高評価、コメントなどいただければ嬉しいです。以上、野球人でございました。せーの、ゲームセット。ありがとうございました。